もうおばあちゃん優先だから、いいです。はい、おばあちゃんね、優先してあげてください。どっちみち手あげてくれたおばあちゃん優しいおばあちゃんだな。はい、結局ね、あのおばあちゃんを譲らずに先に行ってもここで止まってるだけなんですよね。まあ、そもそも高齢者に道を譲るのはこれ、まあマナーですよね。こんにちは。ありがとうございます。明日運転に高まりますわ。そうです。お気をつけてね、本当に。今日お仕事ですか？あ、お気をつけて、本当に。いやー、ありがとうございます。今日どこまで行かれるんですか？あ、そうですか。おお、素晴らしい。あると思いますね。あのバイク気をつけてくださいね、もし。ありがとうございます。いつも見てくださってる視聴者の方でびっくりです。お仕事中にね、声かけてくださって嬉しいですね。安全意識の高まると言ってくださってね、もうこれ以上ない言葉ですね。本当嬉しかったです。あ、どうした、かかんないか。かかんないみたいなんでね。ガス欠とかじゃないかな、今の人。ほら、あ、こんにちは、大丈夫ですか？手伝いましょうか？ちょっと待ってくださいね。かかんないかな、かかんないかな。ガス欠とかじゃないですか？ゴミ集まる時あるから、ここに時あるから。うーん、急に止まっちゃった感じですか？急に止まった。なんだろうな、パッと見異常はないですね。あ、キックスタートですね。だと、あ、入ってますね、半分ありますもんね。バッテリーじゃないですね、キックがあれば。お、よかったよかった。おー、お気をつけて。結構危ないですもんね。あの、見てもらった方がいいかもしれないですいえいえいえ、お気をつけて。ありがとうありがとう白バイ隊員さん、ちょうど車線変更が一緒になっちゃったんでね、後ろを見たら白バイ隊員さんと一緒になっちゃったんで、白バイ隊員さんに先どうぞって言ったら、お、ありがとうみたいな感じで手挙げてくれました。本当に優しいな、もう白バイ隊員さんの優しい気持ちがね、伝わってきて本当に嬉しいですよ。ハロー YouTube、 こんにちは、相川です。今日は R に乗ってますけども、先ほどなんですけど合流しようと思ってこうバイパスの方へね行ったら、白バイ隊員さんがいらっしゃったんで、今日もこう違反者に目を光らせてるのかなと思って通り過ぎようとしたらですね、違反者をおそらく白バイ隊員さんが見つけられたと思うんです。右ウインカーを出して
発進しようとされたので、ちょうどそのタイミングで私がこう抜く形になっちゃったんですね。通り過ぎる時にですね、どうも相川さんありがとうみたいな感じで、譲ってくれてありがとうみたいな感じで、白バイ隊員さんがですね何度も会釈してくださって本当に嬉しかったですね。間違ってなかったなと思いました。邪魔しちゃいけないんで、いや、まあ、ですか。すごい今白バイ隊員さんがね、あ、緊急走行されるんだろうなと思って左に避けました。あ、なんか2台に挟まれてる、検挙された車。あ、邪魔にならなくてよかったです。ありがとうございます。気をつけてシロバイタニさんね、私が左に避けて譲った瞬間をね、ありがとうっていう感じで会釈してくれました。もうすごい優しいです、さすがですね。まあシロバイタニさんのあの運転技術見られただけでも幸せです。もう一瞬で違反者捉えてますもんね。本当に素晴らしいと思います。もう世界一でしょ。本当にね、素晴らしいシロバイタニさんに、まあ、心からありがとうと言いたいですね。で、もちろん私も安全運転で行こうと、そんな風に思います。ありがとうございます。皆さんもね、安全運転でね、行ってほしいと思います。